鼻毛。鼻毛は、鼻空に生える太く短い毛のこと。鼻毛の機能は、鼻から空気を呼吸する際に、フィルターのように塵愛や微粒子を絡め取ることで異物が、気管支に入り込むことを防ぐほか、鼻呼吸時の吐息に含まれる水蒸気を吸着し、鼻から息を吸い込む際に蒸発させることで、わずかながら、呼気の水分を回収する作用がある。しかしながら、成人より、 体の保護が必要な幼年期にはほとんど成長しないため、この説も確立されていない。都市部やかつ火山の近くなど空気が汚染されたところに、すむっと鼻毛が長くなると言われるが、医学的な根拠はなく、主な原因は、加齢とされている。鼻毛は他の体毛に比べ白髪の発生が早いとされる。その後、頭髪、陰毛と続き、 最後には眉毛に白髪が発生するようになる。鼻毛の伸び方には性差がある。鼻毛は他の体毛と同様、成長において男性ホルモンの影響を受けるため、男性の鼻毛は太く、また長くなって鼻の穴からはみ出すことも多くなる。女性の場合は男性に比べて細く成長も鈍いため、男性のように鼻孔の外にまで伸びることは少ない。 医学的には音読みで、微毛と呼び、外鼻孔から入った最初の部分である微前庭に密接している毛を指す。鼻空、いわゆる鼻の穴は、鼻の周囲の皮膚が直接連続しており、その表面には顔面の皮膚部と同様に皮脂性や毛根が存在する。この毛根から生えるのが鼻毛である。正確には、鼻空奥部の粘膜表面にも細かな線毛があり。 鼻腔に入った粉塵や微粘膜から分泌される粘液を鼻腔の後方へ運搬する役割を担っているが、これは通常、鼻毛としては認識されていない。また、微表面に生える産毛も同様に鼻毛とは呼ばれない。鼻腔内部の微前提から生え、鼻孔から露出する可能性のあるものが鼻毛と呼ばれているようである。また、鼻毛は神経の名前にもあり。 目神経が眼下内に入って三叉に分岐していく。その一つが、微毛様体神経と呼ばれる。微毛様体神経痛、シャルラン症候群という、この神経に絡む病気もある。ただし、これは、鼻毛のような神経ではなく、鼻に存在する、あるいは鼻の感覚に関わる、毛様体神経のことで、鼻毛とは関係ない。鼻毛の用法は、かなり古く、 平安時代中期の十世紀に編纂された、関和辞書、和名類寿章、和名章、三十四年成立には、節という字に、並名助沼木、俗雲形、沼木、花毛抜き、俗肉抜きというという中期が見られる。さらに、十三世紀の漢地陰本、類寿名義章、名義章には、一重に花の字に、花毛の読みがあり、十六世紀のラホビ辞書、 1595年にも本具の表記があるという。花毛は、占術したように花のフィルターの役割を果たしているにも、かかわらず、鼻孔から露出すると、極めて不定祭という理由から、抜く切るなどの処理がされることが多い。花毛を抜く際には、かつては毛抜きを用いることが多かった。毛抜きを別名、鼻毛抜きと呼ぶことは、すでに平安時代の和名称や、 名義賞にも見える。近年の技術革新により、回転する刃により鼻毛を切除する鼻毛カッターが発明され、鼻毛の処理は自動化された。これを鼻の穴に入れ、バリカンのごとく鼻毛を削ぎ落とすことが可能である。その他、鼻腔の皮膚を傷つけないよう先端が丸く加工された鼻毛バサミや鼻毛クリッパーなど様々な鼻毛手入れ用品も商品化されている。 衛生学的観点からは、鼻毛を抜くことは決して奨励されない。鼻の穴は、外部からの塵埃や粘膜からの分泌物が常に、滞留し、また体温や湿気によって、細菌の絶好の倍値でもあるため、むやみに鼻毛を抜くと毛穴に雑菌が入り込み、可能する危険がある。こうした症状は、医学的には、鼻毛毛脳の可能性炎症などの表現がされる。また、 鼻毛は脳に近い場所にあるため、鼻毛を抜くと毛根が、バイキンにより、炎症し、可能、最悪の場合脳に影響が及んで死亡する場合があるほか、匂いの感覚が鈍くなる恐れもある。匂いとは、空気中の匂い成分が鼻の奥の、吸粘膜に刺激を与え、そこから脳に届くという仕組みであり、鼻毛を抜いた場所が感染して、吸粘膜がダメージを受けると、脳への刺激伝達が鈍くなり、 匂いに対して鈍感になることがある。鼻毛が少なくなると呼吸器のフィルターとしての機能低下にもつながる。そのため、鼻毛は抜くよりも短く切る方が良いとされる。美容整形や慢性鼻空炎などの治療で微周辺を手術する際には衛生のために鼻毛が切られる。鼻毛を抜いた時に涙が出ることがあるが、必ず抜いた鼻の穴の側の目から出る。これは、 反射を司る長径口外神経節は左右にあり、局所的な刺激では片方だけしか反応しないからである。鼻毛カッターを使った場合、切って残った毛が鼻の粘膜を傷つけ、鼻血が出る場合がある。鼻毛は文字通りの意味である、鼻の穴の毛以外にも、女にうつすを抜かすこと、あるいは、まぬけを表す、比喩の言葉としても用いられている。 地名と人名の場合、用事は、花毛であっても、体毛としての花毛以外の地形などに由来するのが、通常である。一例として、花は、岬、先などを意味する、地形語で、毛は、下などの意味する設備字であるため、合成されると、陸から突き出した崖地の下という意味合いの、花毛という地名が生まれる。また、別の地名から点火した結果、鼻毛という音が生じた後で、 花毛という字を当てるケースもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。